ご存知、橋本でございます。はい、ということで、今回は旧車の冬学校っていうものをね、ご覧いただこうかなと思っております。まあ冬囲いって言ってもね、まあブルーシートで覆うだけなんですけども、まずねちょっとそちらの設置の様子だけ、ご覧になってください。どうぞ。ということでご覧いただきましたように、ですね、こうやって、まあ、牛舎の方ね、覆うわけなんですけども、まあなぜ、やるかというと、まあスタンチョンの方、親牛が入っているスタンチョンの方は通年ね、外にね、放牧っていうか形をフリーにしてますんで、どうしても巻き上げカーテンね下まで下ろせないんで。その部分だけはねちゃんと覆ってあげて、風が侵入したり雪が侵入するのを抑えるようにしております。で、子牛だったり、育成の方ね、はやはりどうしてもここね、とりわけこの鹿間町っていうのがね地吹雪地帯なんですよ。すごい風がね冬強く吹いて、でなおさら地吹雪がすごいとなると、やっぱその巻き上げカーテンだけではビュービュー吹き込んできて、気づくと翌朝ね、風強いなとか思って翌朝ね牛舎行くと真っ白になってるっていうシーンがね、マジです、そんなわけで、こういう風に冬が来よって、隙間風だったり、そのね吹き込んでくる雪をシャッとアウトということでやっております。これもね、冬のね管理の中でちょっとね必ずしとかないとまずいことなんで、今回挙げさせていただきました。どんどんね季節寒くなってまいります。うちもね風邪なんかひかないように、コロナにかからないように、頑張ってやっておりますんで、ぜひぜひ、また見てやってください。以上、橋本でございました。ご視聴誠にありがとうございました。